ユッティンゲンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン地方のビュルツブルグ軍の町村であり、ヘルムシュタット行政共同体を構成する自治体の一つである。ユッティンゲンは、アールバッハ川沿い、ビュルツブルグ軍内の連邦道 B8 号線沿いに位置する。この町は、公式には、ユッティンゲン集落単独で構成される。 戦隊分土器文化の時代の当編のほか、ユッティンゲンでは、青銅器時代の長名も発掘されている。300年から400年頃にワットインガの定住が始まった。この綴り方が、村の名前が、アラマンゴ起源であることを明確に証明している。772年1月20日に、ユッティンゲンは、初めて文献に記録されている。 カール大帝が全部で2 5号の集落を古田修道院に寄進したという記事である。しかし、ユッティンゲン自身はホルツキュルヒエン修道院の所有であり、1165年頃にベルトハイ無料となった。この頃には、この村の周辺地域はバルトザスセンガウと呼ばれるようになっていた。プロテスタンティズムの進展と人文主義の方がの時代、1525年2月に、 シュバーベン農民の十二箇条が作成された。同じ頃、ユッティンゲンのクラインハンスという名の名声の高い、裕福な農民が注目を集めた。彼は、自分の怒りを言葉で表現する術を心得ており、エティンガー論文を書き上げた。しかしこれは、農民の十二箇条を思い起こさせるものではなく、地元のベルトハイム博に対するローカルな、アジテーションであった。 1625年から、ユッティンゲンは、ボルフスケール・フォン・ライヒエンベルク男爵領に属した。この騎士領は1806年に、ビュルツブルグ大公国領に売信化されたが、1814年に、バイエルン王国領となった。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の、市町村令により現在の自治体となった。1866年の広島戦争に伴う、 マユン出兵では、ユッティンゲン郊外でこの戦争最後の戦闘が行われた。ユッティンゲンは、もともとプロテスタントの街であったが、やがてカトリックの半々程度となり、60年代にはカトリック教会が組織された。ユッティンゲンのパノラマ町長,長は、エトガー・シュットラーである。ズガラ、金字と青字に、上下に分割。上部は分割線から半身を出した、ムルアジン。 右手には三輪の赤い花をつけた描写的なバラを持っている。下部は左右に並んだ様式化された二輪の銀のバラ。バルトロマイ教会ユッティンゲンでは高知ドイツ語の他にウンターオストフランク語が話されている。雪のユッティンゲン、ありがとうございます。